皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田雅宏です。ということでですね、今日は僕の人生初めての奥志賀高原スキー場にやってまいりました。非常にですね、今日も天気がいいんですけれども、まあ、僕ですね、志賀高原といえば熊野湯ですね、そちらには行ったことあるんですけど、それ以外のスキー場はですね、実は行ったことなかったんですね。で、今この奥志賀高原スキー場に向かってくるまでの間、いろんなスキー場が所々にありすぎて、この奥志賀高原スキー場にたどり着くほんと直前には焼き火台山スキー場ということで、そこの駐車場もね、通過して通り過ぎながらここまで来たんですよ。ということで、どこがね、果たしてこう目的地なのか全然わからなくて、僕自身完全にパニック状態でやっとたどり着いたんですけれども、一つの山の中でね、こんなにこう各箇所にスキー場があるっていうのは、まあもう今の時点でね、新しい文化を見たなというふうに感じてるんですけれども、まあ今日はですね、こちらの奥志賀高原スキー場で先日に引き続き、あなたの夢叶えますプロジェクトに当選した、その当選者の方と一緒に滑りたいなということでやってまいりましたので、早速ですね、着替えて雪上に向かいたいなと思います。ということで、本日もどうぞ皆様よろしくお願いいたします。はい、ということで早速着替えまして、今日の当選者の王さん親子と合流できました。よろしくお願いします。僕ですね、初めての奥志賀高原スキー場ということで、いろんなコースもご案内していただきながら、今日一日ですね、楽しく滑れればと思いますので、頑張っていきましょう。お願いします。よろしくお願いします。はい、で、今ワイドスタンスで練習してるところなんですけれど、はいはい、先ほどお話しした通り、こうスキーを傾けたところに対してこういう方向、横方向からプレッシャーをかけるんじゃなくて、はい、あくまでやっぱり垂直方向からこうプレッシャーをかけていきたい。で、あのスキーに対して、はい、まっすぐ立ったポジションにいたとしても、はい、今度は踏めてなければ、はい、それはそれでターン絶対生まれないんで、ちゃんとこう自分で踏んでますよと、両方の足に対して自分の全体重が加わってますよねっていうのを確認できた上で、ここに入ってるのがすごく大事なんで、はい、その辺をハイスピードの中で確認していこうかなと思います、はい、で、ワイドスタンスにしてる意味は、畳んでる足と伸ばしてる足の差が分かるように今広げていただいてるので、はい、だんだんこう実践につなげていくと、またちょっとこうやってスタンス戻すじゃないですか、はい、その時にこの今曲がってる足と伸びてる足がありますよね、はい、で閉じてもこの曲がってる足と伸びてる足っていうのが少しこう出てくるように、はい、こういう長さの違いをうまく利用しながら滑っていけるとよりいいかなというところで、はい、回し込む動きは練習すると結構できるようになってくるんですね。で、今ちょっとずつできるようになってきてるんですけど、はい、外足をこうやって回す動きと一緒に、内足を外側にこうやってこう開く、まあ、外旋っていうんですけど、はい、外側にこうやって回す動きも同時にやらないといけなくて、はい、内足の動きが止まって外足だけで回し込もうとすると腰って回るんですよ。こうやってコンパスみたいに動くんで、はい、だけど外足の動きと同じような形で、はい、内足もこうやって短軌道を描くことで一緒に動いた結果、こうやって外交系の姿勢が取れるんですよ。これがないと体の向きにこうやってあっちゃこっちゃ、はい、行っちゃうんで、外で回して外で回してって小回りだと慌てるんで、はい、なりやすいんですけど、はい、外で回すの量と同じだけも内足もしっかりこうやって自分でこうやって回す、はい、でここで自分で回すことで体の向きをポールラインにこうキープしていくと。ちょっとここ意識してまた下滑りましょう。はい、はい、お願いします。
ということで今回もですね、あなたの夢叶えますプロジェクトの当選者王さん親子とご一緒させていただきました。とても素敵な親子でですね、すごくこう熱心にスキーされているということで、僕もですね思わず真剣に教えまくったんですけれど、滑りがですねとても変わって、僕自身もですね非常にこう嬉しい気持ちになりました。そしてですね奥志賀高原スキー場、僕ですね初めて来たんですけれども、非常に滑りやすいですし、この時期なのに雪質もねまだまだこう安定しているということで、実はですね今日途中からカメラのアングルめちゃめちゃ良くなったと思うんですけど、お気づきでしょうか。エスペイキさんにまたお越しいただきました。ありがとうございました。エスペイキさんのチャンネルもまた概要欄に貼ってますので、ぜひですね皆さんチェックしていただければと思うんですが、吉田プロの本州巡業シリーズもうね折り返してるんですが、明日は白馬佐野坂スキー場ということで、こちらのスキー場もね僕初めて行くんですよ。ちょっとねあの天気予報が心配ではあるんですけれども、これからですね長野の方に移動していきたいなと思いますので、明日もですねあなたの夢叶えますプロジェクトの当選者の方と滑るんですね。なので非常に楽しみにしております。ということで本日もですね皆様ありがとうございました。高評価のボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。皆さんこんにちは、吉田正弘です。1月のエムズスキーサロンネクストのテーマは、いよいよ本格的な動きを一つ一つ確認していきましょうというところで展開させていただいております。今日はエムズスキーサロンネクストのメンバーの皆さんと野沢温泉スキー場でご一緒させていただいております。すごいねじゃあよろしくお願いします。今回もですねレッスン動画を送っていただいて本当にありがとうございます。ちょっとですねあの理論的なお話をしているようなあのスタジオで撮ったりとか、あの